マクミランエステートアイアンワークスオブミザリーにて山を借りに行きまーす。はい、今夜だろうか。貞子が PTB で来るかもしれないので、元祖日本の幽霊キラー山を借りんでめちゃめちゃ強い構成でやっていきます。パーク構成の方は前ね、この構成のまあリンじゃないんだけど別のキラーで当たってめっちゃしんどかったんで、これで行ってみようと思っております。 OK、 マジで強かった。2回練習でやったんやけど2つともしっかり。 OK、 通電前にね倒せてるから、うん、勝ててるので、破滅と不死とでトーテム壊さないといけない状況にしつつ、壊したら報復で見つかると。で、やれ3つ壊したと思ったら今度は第二の地獄ペンティメントが襲ってくるというような構成になっております。これはねまずです。1個でもペンティメント残ってたらやっぱりね発電キッチンえぐいから、おい、おらん、そこおらんくなってるんであれば、この上のトーテムを鎮圧しに行きましょう。こんなとこ恵むの、ここ恵まれたら結構強いからね。1階から回復できるからさね。あ、こっちじゃないか、こっちか。ういんで、まあちょっと自然とゆるキャンになってしまっているが、これ半分切らすか。お、往復、はい、1人来てることがわかるが、はい、これあれ行こうか、一発切りたい、ね。よし、OK。で、あ、救助向かってんの見えた。報復結構オーラ見えんの長いからね。強いのよな。よし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 。切るべ。よし。おっとっとっと。そこにいるのもわかるぞ。いや、いる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 。全部見えとります。強い。おっと、右行った、見えた。はい、強すぎ。ずっとオーラ見えてる。ウォールハックってこんな気分なんやろな。ありえへん。はい、そして第二の恐怖、ペンティメントが襲い来る。はい。うんうんうん。おお。はい、ドーンと。あ、死んじゃった、マジか。救助いけなかった。すまんすまんけど俺離れたからねだいぶ。報復3連発が強すぎた。あ、救助、はい、しかしここやってるのでこれ倒してもらうか。ういよいしょ。んーで、よし、あ、戻ってたな、今のちょっと足音聞こえたんですけどね、戻る判断が遅かった。あ、今度、よし、バーツ。んで、でもつけちゃおう。はい、第二の地獄揃いました。回復も遅なるから、結構苦しんでんじゃないんかな。ミカエラ、回復したいやろうし。いた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 、オッケーオッケー。痛なし。アイアンビル偉大やな、やっぱりね。はい、ペンティメント1個壊れたけど、まだ全然回復と発電機がチンしてる状態。3つ目なんやっけ、ゲートの解放やっけ。ゲートの解放か、起きる時の、あの、溜めるやつが遅くなるやんか。どっちがどっちやったか忘れたな。正直もうペンティメントって1個目と2つ目の効果がメインやからな。今からストーン取ったやな。おろろろろろ、キョ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 、うん、んで、まあこの人追うかな、このまま。あれ、あ、そっちか。うん、こっちか。
はいはいはい。山岡凛のコツはですね、爆音で聞くことですね、やっぱり。いつもより音量を上げて聞いてます。はい。セルフ全米をしていく。BGM でかくなるから耳壊れそうになるけど、やっぱ足音とかね、しっかり聞こえるようになるから、ただただ音量上げてます。はい。どっちが行くかなと思ったんやけど、そのまま隠密してたな。壊したところで。さすがにそれは見えるで。素直に。あー、くそ。あー、飛んだなー。うまい。フェイントで飛ばないってやってくるかなと思ったんやけど、ちょっと素直に行ってみたんやけど。してますねー。うい。んで、まだ5台残しやからな。強えわ、これ。おい。よーし。ピンポイント。今、なんか、あそこに挟まってたよな。んで、デッドハード撃てなかった。おい。おい。よーし。強いな。強いな。で、またペンティメント残ってるから。あ、ペンティメントとうとう壊れた。第二の地獄終わり。しかし、そう、今日のアドオン普通に、よし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 。そう、アドオンの説明してなかったけど、今日のアドオンはね、のね、山岡凛にボコられることが多いので、ちょっと真似してみました。間に合う、オッケー。フェイズウォーク中に、血の跡も、血の跡はもともと見えへんか。足跡も見えなくなるんだけど、爆速になるってやつ。なんだけど、言うて、フェイズウォーク発動するまでの足跡は見えるから、その後を予測しつつ、ちゃんと足音とかね、足跡って言ってもね、足音とか、声とか、アイアンウィルなければね、聞いていけば、ある程度予測ができるので、まあ、この母親の指輪って、ガチ勢の山岡凛は結構使ってるイメージなんですよね。うん。それで上手い人がマジで強いっていうイメージがある。ほい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 。まあ、これ鎮圧しとくか。なんかどこもやってないな。発電機回せなさそう。ほい。ほい。でこれで回復できなくしておいて、ミカエラ多分回復パーク持ってきてないっていうか、回復パークがあれやろうからね。半分切らすか、これ。来ねえなら、あ、もがいてる。あ、一発やるよな。じゃあ離れるべ。と見せかけてだから、ね、今なんか見えたような気がしたんやけどね、あのよく考えたら自分の抜け殻やわなんか光ったように見えたんやけど。おったね、よし。おいで。もしアイアンウィル持ちだったっけな。集中。あー、くそ、今一瞬足音聞こえたんやけどな。ちょっと反応できひんかった。やっぱアイアンウィル偉大やわ。あ、でもそれ上行ったらね、今回の窓の生成弱いよ。破壊可能亀が残ってる前提やったら一発は強いけど、その飛び方めっちゃ弱いから、ね、そう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 。残念ながらもう壊してるんすよ。はーい。OK 今回はね、破壊可能壁が壊れるまでの一回だけ強い窓でしたね、あそこは。ほい。処理。さあ、二人とも怪我してるけど、二人ともアイアンウィル持ちやんな。そんな簡単には見つからないとは思うんだが、絶対カラス飛んでたからこの辺おると思ったんやけど、あれ？ここ違う。あ、でも怪我人やもんな。待って、血の跡あるはずやわ。絶対おるわ。そういうことだ。よし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 。ですよね。ですよね。怪我のままそんな遠く行ったら血の跡残るもん。いやー、こういうロッカー。ロッカーゲットはめっちゃ嬉しいな。オッケーオッケー。さて、じゃあ小屋あたりでハッチが湧くか見つつ、あ、向こうに向かってみるか。
湧いてない。おっと、素晴らしい。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。オッケー。これはとても素晴らしいですね。うん。で、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいからの、これ。視線通らんかな、どっか。こっち見て。ああ、こっから視線通んのか。あ、オッケー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 。じゃあ、これもう、どっちだろうが、ランプついてんの見てからで間に合うわ。爆速やし、フェイズウォーク。このフェイズウォーク、爆速フェイズウォークなら、ランプついたん見てから行っても間に合う。ランプついたら、あとどれくらいなんやろな。ゲート開放って20秒じゃん。1個目で10、あ、5秒、10秒、15秒かな。だからランプ1個ついたら、うん、あと15秒。きた。いい。早い。新幹線より早いことはない。どうものぞみです。よいしょ。ういー、はい、オッケー。強ってか山岡に強いな。今日久しぶりに強かったけどさ、やっぱなんか強えなって思いましたね。参戦したけどパーク構成もアドオン構成もね、結構ガチガチの感じで行ってみたんだ。やっぱり強かったなと思いました。杖はこのキラ、うん、なので皆さんも、うさばらしに使ってください。はい、嫌なことがあった時は山岡凛ですよ。ご視聴ありがとうございました。サナコ楽しみですね。強いキラーだったらいいな。日本キラー今んとこ結構強いからさ、期待してます。バイバイ。